相模湖リゾートプレジャーフォレストは神奈川県相模原市緑区若柳にある自然に親しむことをコンセプトとしたレジャーランドアウトドアスポーツなどの施設があるプロレスラーの力道山がかつてこの地に広大なゴルフ場レイクサイドカントリークラブの建設を計画した土地を買収しゴルフ会員券も販売した後建設にも取り掛かったが 1963年の力道山の死に伴い未完に終わった。その後土地が売却、転売され、この施設が建設された。旧称は、相模湖ピクニックランド。現在の運営会社は、富士急行の子会社、相模湖リゾート株式会社である。なお、キャンプ場の運営は株式会社ピカが行っている。パディントンタウンのラッピングが施された富士急バス。 普段は都内と川口湖駅を結ぶ路線で運用されている。2013年富士山が世界文化遺産に登録されると富士急ハイランドのある山梨県富士吉田市では景観規制が導入されることになり富士急行はハイランドに新設する予定だった絶叫マシンを一部統地に建設する意向を示した。この方針に基づく第1号のアトラクションが2014年に開業した。 大空天国である。以後、2016年には、ハイランドの同種アトラクションと同日に開業した、極楽パイロットが導入されたが、2017年以降は、アジア初となる大型アスレチック、マッスルモンスターや子供向けアスレチック、ハッスルスパイダー、世界初の釣り橋型絶叫アトラクション、風天といったアスレチック施設を中心に導入を続けている。その一方で、 富士急ハイランドでは2017年にドドンパをリニューアルしたドドドンパが開業したほか2022年には新規大型ローラーコースターが開業予定となっているイメージキャラクターに熊のパディントンを採用しており一部のアトラクションやキャンプ場に使用されている2007年1月までは三井物産の完全子会社であった株式会社相模子 ピクニックランドが運営していた。経営の合理化を目的として、三井物産は同社の事業売却を検討し、リゾート事業の拡充を目指す富士急グループに譲渡されることとなった。2006年12月22日に富士急行の完全子会社として、相模湖リゾート株式会社が設立され、2007年2月1日から事業譲渡により運営を引き継いだ。 株式会社相模湖、ピクニックランドは生産される。ありがとうございます。